いつの間にやら囲まれております。恐るべし軍神、キリスが我が物として操るか。あるいはこのもやこそ、そなたたちの魔力、関門を越えた私にもはやためらいます。皆の者、我が宝石剣心様、あなた様と共にあれるだけで私は。さあ左右の陣を指示せよ。これらを落とされればハサミを打たれるのみぞ。やったー、俺は目立った。ん、今誰かいなかったの？とにかく目立つ、絶対目立って。主人公サジンが押されております。大将よ、援護を。で、そいつは信者になるのですか？皆の者、宝刀となる。霧に紛れる影が敵を惑わせるのです。宗茂様、今はお方様のことは忘れるのです。断言しよう、この世で最も高潔なのは剣心様と。まだ助かる、急ぎ救い出すんだ。敵であっても桃の国、礼をもって相対します。一つ残しておけばザミーランドの建設延期できるかな。安定不動、無駄に動かなく。あれ、わし何かしようとしたのに忘れてるか。霊のもとは全て断つ。宗茂様ほどジャンボザビーを着こなせる夫人はなし。私も潔く身を引きましょう。あの宗茂様に精神的動揺による操作ミスは決してないと思っていただこう。我が軍を阻むものなんてありますね。しっかり見ろ、この剣に続け。勝手ね。立ち止まれ、との命は受けておりません。剣心様、あなた様の震われる宝具の中で私は。無論美しき毘沙門一の刃として全て打ち伏せよ。このままでは軍神の名折れという。私などを最良の宝具と語ってくださった、その思いに応えるため、貴様を倒す。ゆっくり好きだ、凍えた私を。あの方が温めてくれるから。お前の主の姿勢まだなってないようだな。私でよければ話をしてやってもいいぞ。そのお言葉だけで春日殿が来たら我が君芸者芸者と余計はしゃぐだけだもの。お前の戦を見届けましたよ。戻りなさい、美しき私の宝具。しとやかにめでられることも待っている、そなたの務め。承知いたしました、剣心様。どうかご分を。必ず無事に戻り、この私を。ほんと弱い者いじめが好きですね、ネクラムネシギ。おお、はずだ。我らは迷いに打ち勝つ。乗り越えし者たち、宝具ならぬこの身でそなたたちの意志に報い。上杉殿のごとき方が主だったら、僕のやつが出てくこともなかったのかな。心の暗雲をせき止めてはなりません。私でよければ茶の湯を囲い語らえよ。はあ、一条の
春の夢。たとえ道家とそしられようと、手前の在りかはすでに定まっているのです。でも、ソーリン様には伝わんないんだろうな。もう